マリー、考え直す気はないのですか？母は心配です。大丈夫だってママ、テーマパークに行くようなものなんだから。なーに、サダもついておる。心配はいらんよ。それにしても本当に地球で婿探しとはの、さすがはマリーじゃ。本当に大丈夫でしょうか？マリーは一度言い出したら絶対にやり遂げる。誰も止められん。そうじゃの。その通り。魔法の国がもっと発展しちゃうような異世界のかっこよくて素敵なお婿さんを見つけて戻ってくるから楽しみにしててね。楽しみじゃわい。無理は禁物ですよ。くれぐれも気をつけるのです。うん。それじゃあみんな行ってくるから、後のことをよろしくね。無事に戻られるようメイド一同お待ち申し上げております。姫様、転移魔法の準備整っております。うん、行くよサナ。待っててね、地球の男の子たち。今から迎えに行っちゃうんだから。見ろリーゼ、人が落ちてくるぞ。そんなこと言ってる場合じゃないよ。クッション、カオルちゃん、クッションどこ？こういう時は原則の魔法。任せろ、受け止める。俺も手伝うよ。こっちは全然大丈夫。全く問題ないよ。こちらも少し驚いた程度だ。そちらこそ怪我はないか？お茶をお持ちしました。置いといて。え？魔法の国の言葉なのにどうしてみんな普通に理解できるのかって？そんなの気にしない気にしない。私たちの魔法言語は交流のある世界の言語なら自動翻訳されるんだ。姫様、一体どなたと話しておられるのですか？ちょっと世の中に向かって話してただけ、気にしないで。お茶ありがとう。ラビニス。はい、失礼いたします。メイド長、ちょっとお話ししたいことが。どうかしたのですか、ラビニス。マリー様はご体調がお悪いのでは？ずっとぼんやりしておいでというか、ずっとあの調子で。お食事は完食されていましたし、ご体調は問題ないでしょう。きっとサナからの連絡が待ち遠しいのです。マリー様は待つのが何より苦手ですから。マリー様は何をお待ちになっているのですか？知らないのですか？マリー様は地球にご旅行に行かれるのです。地球と言いますと、魔法テレビでやっているではありませんか。異世界の地球です。そうなのですか？私の家には魔法テレビがないもので。ラビニス、地球を知らないの？マリー様、私たちの国がいくつもの異世界を発見して交流を持っていることは知ってるよね？はい、一部の異世界とは交易も盛んに行われていると授業で習った覚えがありますが、地球の名前は記憶になく。そうだね、まだ人の行き来もほとんどないはずだし。でも魔法テレビには異世界専門放送局のチャンネルがあるよ。地球チャンネル、私の超絶おすすめだよ。そうなのですか。どこがおすすめなのでしょう？まだ正式な交易が行われてないからあんまり文献もなくて、魔法テレビ情報が中心なんだけど、その星の人たちは魔法が使えなくて、なんとまあ不便なちょっと変わった世界だよね。でも代わりに科学っていうものが発達してて、そんなには困らないみたい。地球は生き物がとっても可愛くてね。猫だってこっちと違ってちっちゃくて可愛いの。いろいろ似てるのにいろんなことが違ってて、でも人種は私たちと似てて、こっちの世界に負けないくらいかっこいい男の子たちがたくさん住んでるんだよ。姫様、ラビニスに誤解のないよう補足させていただきますが、地球は未だ食糧問題が解決していません。人口問題も。覇権を争う国家軍により絶えず星のどこかで戦争が起こっていて。戦争というとあの古代に起こったという、それは大変危険な世界なのではありませんか？もうそんな風に言うといいところが全然ない野蛮な世界みたいじゃない。違うよメイド長。マリー様、そんな危険な惑星に行くだなんてどうかおやめください。ラビニスは心配してくれてるんだねありがと優しいね。大丈夫だよ。私にとってはテーマパークに行くようなものなんだから。それにこれから行くのは地球の日本って国でしばらく戦争も起こってなくて平和なんだって。科学技術ってものもすごく発達してるって。あと日本って私たちでもびっくりするくらいエッチなことも発展してるみたい。姫様、向こうで結婚相手をお探しになるとも聞きましたが、こちらの世界の王子がたくさん求婚されているのに。だって気に入る相手が全然いないの。地球だったらちょっと違う男の子に出会えそうだし、それになんだか予感がするんだもん。姫様の予感と言われると反論できなくなります私の予感当たるからね。どうしても行かれたいのですね。いいですかラビニス、マリー様にお仕えするということはこういうことです。第144代リビエール元王の三女としてお生まれになり、長く続くリビエール王家の中でも最も秀でた魔力才覚を持っていると呼び声高く、そして相手が誰であろうと物おじせず物申す度量、納得するまで諦めない行動力は驚嘆に値します。ただそれゆえに私たちがどれほどお引き止めしてもお聞き届けくださらないこともあるのですよ。そうなのですねメイド長、そんなに褒めても何も出ないよ。褒めておりません。おお、久々にメイド長をハグしたかったのに。ラビニス、姫様の大好きハグには気をつけなくてはいけませんよ。姫様の気が済むまで話してくれないので、とても仕事にならないのです。愛の証だよね。だからそこ褒めてませんよ。とにかく私は地球に行くって決めたの。でもサナがね、危険な世界だから安全を確かめるまで待ってってそう言って旅立ってからもう3ヶ月も経つんだよ。サナは異世界技術調査の任務を受けていると聞きます。というかそちらがメインの任務なのでは。異世界庁の方に調査報告書が届いているのでは。それもちゃんと熟読してるよ。でもまだあっちに行ってもいいって連絡だけ来なくて。なるほど、マリー様のお元気がない理由が分かりました。私としてはこのくらいの方がやりやすくてちょうどいいのですが。なんだよもう、みんなで地球に行こうよ。絶対に嫌です。ブー。サナだ。様、遅くなって申し訳ありません。サナ、元気にしてた？寂しかったよ。そのお声からするとお元気そうですね。ご心配なく、私は元気にしております。うん、それで地球の様子はどう？おおむね地球チャンネルの通りです。特にここ日本は面白い国ですわ。最近ようやく私の生活環境も落ち着きました。時間がかかりましたが、こちらの準備は全て整いました。いつでも地球への転移魔法を起動可能です。それじゃあ今から支度して夜には行くから楽しみに待っててね。はい。その前に姫様、先にこちらでお呼びする際のお名前を決めていただけますか？呼び名？もしかしてコードネームとかそういう？違います。姫様、テレビの見過ぎではありませんか？うーん、そんな冷たくあしらわなくてもいいじゃない。まあ、日本だとこのままじゃ目立つよね。そういうことです。そうだ、なんてどう？はい、大変良いお名前だと思います。では姫様、今晩お待ちしていますわ。ちょっとサーナ、せっかく名前を決めたんだからそっちで呼んでよ。地球行くんだ感を演出していこうよ。私にとって姫様は姫様ですので、すぐにお目にかかれますよ。日本でもうちょっとのご辛抱です。うん、そうだね。じゃあ待ってて、ちゃちゃっと支度していくからね。今晩地球に行ってくるね。本当に行かれるのですか？サナ様がいらっしゃるとはいえ危険なのでは？ラビニス、おやめなさい。マリー様は一度言い出したら聞かないお方。せめて静かに、我ら全員で幸運を祈り、しっかりと送り出して差し上げましょう。暗くならないでよ。テーマパークに遊びに行くようなものだよ。みんなも地球で素敵な男の子を見つけてこようよ。ご遠慮いたします。うん。カオルちゃん、ごめん。板書データのコピー取ってたら遅くなっちゃってさ。あれ？音楽聴いてるなんて珍しいね。ああ、これか。さっき落語研究会の人に誘われてな。落語？まあカオルちゃんらしいかな。え、それでもしかしてサークルに入るつもり？いや、だが随分と熱心に誘ってくれたのでな。おすすめの落語を教えてほしいと頼んだところ、時そばを勧められた。それで試しに聞いていたんだが、面白いな。ああ、親父今何時でってやつね。よく知っているな。さすが人文学部だな。そこはあまり関係ないよな。流星も今度聞いてみるといい。動画サイトでアマチュアの練習風景や寄せも見られる。なかなか面白いぞ。なるほど、それを熱心に聞いてたわけね。俺にはカオルちゃんの好みがいまだによくわかんないよ。ヒットチャートや流行にほんと無関心なんだもん。そんなつもりはないんだがな。流星が敏感すぎるだけじゃないか。世の移り変わりを追うのも悪くないが、時には腰を据えて取り組むことも重要だぞ。へい耳が痛いよ。さてそろそろ帰ろっか。お知見の人らはおすすめ落語を教えたくてカオルちゃんを誘ったわけじゃないと思うけどな。他にどんな理由があるというんだ。合コン行くときにカオルちゃんみたいなイケメンがいた方がいいって思ったんだよ、多分。何？彼らはプロを目指しているわけではないのか。そんなのごく一部だって。目指すなら頂点。俺はそう思うがな。絶対にうちのお知見に合わないと思うな、カオルちゃん。そこまで言われると挑戦したくなってきたぞ。いやないって。だってさ、本気すぎて目をギラギラさせながら座布団に座ってるカオルちゃんの姿が目に浮かぶもん。お客さん楽しむどころか蛇に睨まれたカエルみたいに縮こまっちゃうよ。バカな、そんなことはない。7つ8つ親父今何時で、9つで。こんな具合で演じるカオルちゃんの姿が見えた。流星、お前俺を何だと思ってるんだ。剣道一筋の生真面目イケメン僕年次。なんとなくバカにされている気がするから、今月の家賃は2倍にする。嘘です。お願いです大家様、それだけは交渉ですから冗談だ、俺もジョークの一つくらい言う。その顔で言われると本気か冗談かわからないんだよね。これ全部カオルちゃん家の敷地？そうだ、うちは代々道場をやっていてな。祖父がいなくなってからは俺が家主だ。地主じゃん、すっげえ。俺は家を継いだだけ、自分の力で得たわけではない。そうかもしんないけど、そこそんなに重要？大切だとも。この道場が門下生であふれるくらい立派な剣道家になってみせる。そう、祖父のようにな。よくわかんないけど、カオルちゃんにとっておじいちゃんは憧れなわけだ。ああ、祖父のようになり、祖父を超えるのが俺の果たすべき使命だ。そうなんだなんかいい感じだね。興味があるなら他の部屋も見ていくか。いいの？なんか面白いものもありそうだし、覗かせてもらおっかな。家何部屋あるの？てか何坪あるの？敷地。部屋はいくつだったかな。敷地面積は覚えていない。これだけ広いと掃除するのが大変でな。放っておくとすぐに埃がたまる。そういうデメリットもあるんだな。じゃあさ、今度俺が来て手伝うよ。いいのか？いいっていいって。もしもーし、カールちゃん。ああ、流星か。どうした？いやー、それが終電逃しちゃったみたいなんだよね。それでカオルちゃん家の近くだから、悪いけど止めてくれると嬉しいなと思って。構わないぞ。やったー、助かる。いつ来てもここ広いし落ち着くし、大学からも近いし、すごくいいね。気に入ったのならよかった。ずっと住みたいくらいだよ。うちの家から大学遠くてさ。そんなにか。うん、なんなら住んでも構わない。え、マジで？ああ、もちろん家賃は払ってもらうかな。それでもよければ。いくらですか、カオル様。そうだな、よーし、すぐ着替えとか持ってくるから。やれやれ、慌ただしいやつだ。いや、本当に嬉しいんだってば。そうそう、今日さ、週末に合コンどうって誘われたんだけど。よかったな、行ってくればいい。いやいや、カオルちゃんも一緒にどうかって誘われたんだってば。俺は遠慮する。オッケー、なんとなくそう言うと思ってた。断りの返事しとくよ。ん？なんだ、行きたいわけじゃなかったのか。ああ、主催がさ、わかるでしょ。ああ、なるほど。秋元さん主催か。そういうこと。はあ、来る女の子きっとみんな可愛いだろうな。前は2つ返事で参加してたくせに、行きたいなら俺に遠慮せず行けばいい。いや違くて、なんかさ、うまく言えないけど、合コンの後にモヤモヤするんだよ。モヤモヤ？楽しい飲み会の後って元気になるじゃん。それならわかる。負けてられんと思うな。俺ももっと精進せねばならんと気が引き締まる。うん、なんか刺激を受けるところが盛大に違う気がするんだけど。人それぞれだろう。そうかも。とにかくさ、そういうのじゃなくて、嫌じゃないんだけど、これじゃない感が強くて。じゃあ行かなければいい。けど可愛い子は来るんだよね。行くかどうかは自分で決めればいい。俺は秋元さん主催の合コンには行かない。そんなに反りが合わない？それこそうまく言えないというやつだ。生きるベクトルが違う。いい悪いではない。交わらない、そう感じた。なんつうか、カオルちゃんと話してると親戚のおじさんと話してる気分になる時があるんだけど。どういう意味だ？世代が違うっていうか、もう新さんなめ尽くして達観したおじさんの意見みたいな。もうちょっと砕けた感じ出していかないと、せっかくイケメンなのに彼女できないぜ。そこは努力でなんとかする。具体的には？流星のいいところを見習っている。いい刺激を受けているよ。へえ、何、もしかして俺今褒められた？もちろんだ。俺にはないものを持っているからな。真顔でさらっと殺し文句出ちゃうあたり、グッとくる女の子もいそうだけど、カオルちゃんはとにかく第一印象で損してるよな。初対面の相手にはこの顔はやめようぜ。バカな、俺はそんな顔はしていない。ああ、やっぱり自覚なかったか。してる、めちゃくちゃしてるよ。冗談だろ。本当だって、これ冗談じゃないから。あ、そっか、カオルちゃん緊張してんだ。初対面の女性を相手に緊張するなと。いやいや、そうは言わないけども。顔で、吾妻薫です、はじめまして。これはいかんでしょう。そんな顔はしていない。してほらほら、また眉間にしわ寄ってるよ。よし、そこまで言うなら俺のとっておきの笑顔を見せてやる。え、マジでそんなのあるの？よく見ておけ流星、めったに見られないからな。どうだ何がおかしい。それ宴会芸に使えるよ。よし、今度はそれで笑いを取ろうぜ。渾身の笑顔だったのに、言うに事欠いて宴会芸だと。ごめん、あんまり傑作だったから。カオルちゃんはさ、何事にも肩に力が入りすぎなんだよ。そういう性分なんだ、仕方なかろう。よし、家に帰ったら営業スマイルの練習だ。騙されたと思ってやってみるか。そういえば流星、お前は最近彼女の話をしないな。言ってなかったっけ？別れたよ。もう1ヶ月以上経つかな。これで何人目だ。いくらモテるからといってもだな、どっかいひっかいするものでもなかろう。じゃ、それは人聞きが悪いって。別に好きで別れたんじゃなく。ああ、振られたのか。はっきり言うね、カオルちゃん。そうだよ、振られましたよ。なんか長続きしないんだよな。みんな口を揃えて、思ってたのと違うだって。どんな風に思ってたんだっての。減点法だ。はあ？第一印象がいいから減点法で採点される。そっちは第一印象が悪いから加点法だって。やめよう、この話は。どんぐりの背比べだ。そうだね。はあ、かわいい彼女欲しいなあ。すいません、足に当たりません。はい、落としましたよ。壊れていませんか？あら、こんにちは。あ、どうもこんにちは。たまに近所ですれ違いますよね。大丈夫、どこも壊れてないです。よかったです。では私はこれで。ず綺麗だね早苗さん。薫ちゃんももっと挨拶しなよ、せっかくご近所さんなんだから。会釈はした。前にお前に聞かされるまでこの大学の人間だと知らなかったが、そういえば学内で見かけたのは今日が初めてだ。一時期めっちゃ噂になってたじゃん、理学部の才女内海早苗さん。海外のどこだっけな、とにかく有名な大学を卒業してうちの大学に学士入学してきたっていう超秀才。優秀なのだな。俺たちも一層勉学に励まなくてはな。まあそうだね。かように優れた人材の話を聞いたり実際に目にすると気合が入るというものだ。それにしてもお前というやつはもう少し物を大事にしたらどうなんだ。何度スマホを落としたら気が済む。いやー、今月に入って2回も落としちゃった。丈夫なケース買っておいてよかった。落とさないように首から下げるタイプのケースにするがいい。やだよ、あれなんか会社員っぽいじゃん、まだ大学生だぜ。では改善策を考えろ、壊れてからでは遅いんだぞ。カオルちゃんの言うことも一理あるか。まあ考えとくよ。いやー、カオルちゃんっていつも思うけどいつでも結婚する準備できてるよな。なんだやぶから棒に。家もあるでしょ、土地もある、料理もできるし。バカを言え、一番肝心なものがない。お金？違う、彼女だ。付き合ってる相手もいないのに結婚とか飛躍しすぎだろ。まあそれはな。でも逆に言えばそこだけじゃん。今の俺は嫁を取るような器じゃない、まだ人間として未熟だ。まただよ、この武道家みたいな目線。武道家みたいなではない、俺は武道家だ。へい、剣道のてっぺんでも何でも取ればいいと思うよ。そういえば秋元さんに連絡するのを忘れてた。断っちゃった。可愛い子いっぱいいたんだろうな。まだ言ってるのか。行けばよかったろうに。どうしたの？おい、あれはなんだ？わかんない。あかり？カオルちゃん何かしたんじゃないの？おかしいぞ。おい、あれ空に何かある？今流行りの大掛かりなイリュージョン、プロジェクションマッピング、あんなの見たことないけど。何が起こった？せえ。人が落ちてくるぞ。そんなこと言ってる場合じゃないよ。クッション、カオルちゃん、クッションどこ？あ、そうだ、布団ならあるでしょ、カオルちゃん。短時間で布団みたいに重たいものをここまで持ってこれるか。こういう時は原則の魔法。見ろ、まるでパラシュートをつけたみたいにゆっくり落ちてくる。本当だ、あれならなんとかなるかも。ねえ、2人とも受け止めて。任せろ、受け止める。俺も手伝うよ。ここだよ。え、下？動けん、カオルちゃんどいてよ。ごめんなさい、大丈夫？こっちは全然大丈夫、全く問題ないよ。こちらも少し驚いた程度だ。そちらこそ怪我はないか？うん、私は平気だよ。お名前は？名前？俺の名前は吾妻薫だ。俺は高井流星。よろしく。薫に流星だね。ちゃんと覚えたよ。ああ、こちらこそよろしく。そういう君の名前は？あ、ごめん。私の名前はマリーじゃなくてっていうの。そうか、いい名前だな。ところでそろそろ立ち上がってもらえると助かるんだが。えっ、うわ、ごめんね。改めましてよろしくね。あなたがカオルだったよね。うん、そうだ。それであなたが流星よろしく。なるほど、気が利く。さすがさまそれじゃあ早速ちょっとごちそうさま。腰が抜けちゃった？そんなに良かった？はあ、いきなりあんなキスってそりゃびっくりもするって。カオルちゃん狐につままれたような顔だよ。次は流星だよ。え、いや、あのおい。流星のキス、とっても上手だったよ。そっちこそすごいよね。